これ青汁またやるんやない、次の回また暗いが第1話の目先に戻っとったらどうする、ね、いや面白い、なんか人間のさ、なんか実験見てるみたいな感じじゃないの、ね、そうそうそう、ラブディラクションじゃなくて美咲言ったら人間観察、うんうん、でも私なんか見てて思うんですけど、結婚とかだったらレンちゃんなのかなって思うんですよ、うん、だけど恋愛をするんだったら千春ちゃんなのかなみたいな、うんまあ、まさにそれ感じで私なんか思っちゃうんだけど、一緒に住んだらきついと思いますよ、だって全部これ違うよねとかこうじゃねって言われるんですよ、結局あれなんですよ、その恋愛とか夫婦関係に正しさとかなくて、どんだけ相手のことを許せるかどうかって決まっちゃうので、うんうんうん、許容力はレンちゃんは高くない、なぜかっていうと、うん、いろんな資格を取ったりとか、うん、自分もプライドがあるし答えを見出したい人じゃないですか、うんうん、バカなこととかでも好きな人がやるんだったら別に一緒にやってもいいかなぐらいの方がうまくはいくんです、うん、長期的に見たら、うん、許容力だけの問題だけなんで、確かに許容力か。